2番目はデトックス効果です。私たちは毎日生きるためにものを食べ、水分を取り、空気を吸っていき、私たちの体は維持されています。体の中に入ってきたものが全て燃えて使われてしまえば良いのですが、中には燃えないものもあれば燃えかすもあります。こういった老廃物を出すことが大事です。まず全て老廃物を体内から出してから次を摂取しなければなりません。老廃物が体外に出る方法として、便として 75%、 尿として 20%、 汗として 3%、 爪から 1% の割合となり、いかに便の排泄が大事か分かります。まず便で老廃物を出して新しいものを摂取する、大変分かりやすい自然の摂理です。